7月25日からおよそ2ヶ月間、愛媛県庁で水を再利用した循環型手洗いスタンドの実証検証が行われています。この循環型手洗いスタンドは、株式会社デジタルテクノロジー四国が限りある県内の水資源を有効活用し、県民へ循環型社会の推進・啓発を目的に県庁第一別館の入り口に設置したものです。でこちらのお水は飲み水ではないんですが、 WHO の飲める水準まできれいに浄化された状態で出てきます。でその間にこちらからスマートフォンが出てきますので、取り出していただいて完成です。通常、お一人の方が、手を洗うのに、必要な水がですね、1リットルとするとですね、1000人の方が、利用するってなった時に、やはり1000リットルほど、水が必要となってきます。ただこの、ウォッシュというものについては、最初の20リットルで繰り返し手洗いをすることが可能になりますので、この20リットルで、1000人の方が、手を洗うことができると、こういう製品になってます。そういった観点から、限られたその水資源をですね、有効活用できる製品なのかなと思っております。愛媛県では、資源を有効活用する資源循環型社会に取り組んでおります。でこの手洗い機を置くことによって、皆様が節水意識を持っていただいたり、水を有効活用することを考えていただけるので、そういった取り組みが県内に広がっていくことを期待しております。デジタルテクノロジー四国によると、今後は利用状況や利用者の声などを検証していく予定とのことです。